はい、想像怒り選手権大会。想像で怒れた方が勝ちという。はい、原子力規制委員会はどうせ原発マネーが入ってるんだろう。あ、どうせでいいんだ。でもそんなものは想像でしかないと。あ、これ怒りに行くやつだどうせエジプトのピラミッドみたいなのが作りたかったんだよ、本当は。だけどよく分かんなくてこうなっちゃったんだよ、どうせ違いないよ違いないに力が入りすぎてるでしょどうせね、当時の権力者が貧しい人たちをいじめて作ったものなんだからありがたがあるもんじゃないんですよ実際そうだからね。炊きたてご飯いける。これね、どうせ炊きたてご飯とか言ってもね、はい、炊きたての瞬間はもう過ぎてるんだよひまわり全体もっと言えと。ゴッホとかもね、きっとね、ひまわりのおかげでね、うん、あの有名になったんだよ。けしからんよ生前は評価されなかったっていうゴッホ死後評価されたのにそれを怒るかわいそすぎるおばあちゃんの知恵袋でございます。はい、きっとね、おばあちゃんの知恵袋っていうものがね、あったとしたらね、それはもうおばあちゃん自身なんだよ。それはそれね、袋とかいい、おばあちゃん袋とかいいっていうのはもう失礼、けしからん。高齢者を、高齢者を役ならと思うね。ただ危険ですか。あのね、母の日に送るやつだろこれ。そうそう、もう送ってません。剣が叩くわけじゃないだろ違う。ただ危険、いいものだと思ってるかもしんないけど、はい、ヤフオクとかには出てても誰も買わないですよ。0円0円で終わりです。ヤフオクに出品して0円のものを母親にあげるな。じゃあ握手して終わりましょう。